才コンビ、鬼ゴリトマホーク、金ちゃん、酒井亮太が5日までに YouTube チャンネル、鬼ゴリトマホーク喧嘩チャンネルを更新し、金ちゃんが面識のない先輩芸人に20万円、おごってもらったと告白した。この日は、タトゥーが入っていそうな芸人、ランキングを発表するという妄想企画。金ちゃんは、バンドマンっぽい、元やんちゃで、男気があるイメージ、との理由で、モノマネ芸人の JP を2位にランクインさせた。続けて、金ちゃんは、こないだ、社長と、ラジオ終わりに焼き、肉を食べに行ったんですよ、とエピソードを語り始めた。それによると5人程度で食事をし、お会計を求めると、店員が先輩の方が払っていかれましたと告げてきた。金ちゃんからは見えないカウンター席でその先輩は食べていたそうで、挨拶もしていなかったことから、その人物は誰？と聞いたが、店員は名前は言わないでくれって言われましたと明かさなかったという。さすがにカネちゃんも挨拶もしてないんで、本当に申し訳ないんで教えてくださいと数分にわたって懇願。根負けした店員は、その方から言わないでくださいと言われたんです。けど、松本人志さんのモノマネをされる方ですと明かしたという。金ちゃんは、JP さん、事務所もい、牛楽屋で挨拶ぐらいしかない。俺らの会計10万だったわけ。で、JP さんが、金ちゃんのとこ払っといてって20万置いてって、足りなかった。また払いに来ますっつって、焼肉15分ぐらいで、パパッと食べて帰っていった。JP さんやばってなって。申し訳ないじゃん。正直、社長が払うから、どうでもいいんだよ、こっちはと、顔面蒼白だ。金ちゃんは、なんとか共通の知り合い、いの芸人から、JP の LINE を入手。丁寧にお礼を伝えたが、そしたらボイスメッセージが来て。松本さんの真似で、ははは。今度は、浜田におご。てもらってくださいね、はははは。おしゃれじゃん。ちょっと松本さんも好きになったもん、本当にと感激しきりだった。某 YouTube でも、このボイスメッセージを公開。驚く酒井を横目にカネちゃんは、こういうことできる人ってタトゥー入ってると思うんだよね。マジでと強引に本題と結びつけていた。